そばがきの一例そばがきとは、そば粉を熱湯でこねて、餅状にした食べ物。そば粉を使った初期の料理であり、そば切りが広がっている現在でも、そば屋で酒のつまみとするなど、広く食されている。買い餅とも言う、そば切りのように細長い麺とはせず、会場で食する点が特徴である。そば粉に油を加えるか、水に入れてから加熱し、箸などで手早くこねて、粘りを出し、会場にして食する。 水分が多かったり、加熱しすぎると上手にできないことがある。特別なことがない限りそば粉100%の粉が使用される。そばの産地では子供でも作れるのでかつてはおやつの定番であった。箸で少しずつちぎりながらそばつゆや醤油をつけて食べる。調理方法としてそば粉に熱湯をかけて混ぜ、粘りが出た状態のものを食べる番垣と粉鍋に そば粉と水を合わせコンロで加熱しながら練る、鍋が木がある。鍋が木は、お焼きを作る時の皮と似ているが、より柔らかくして、米飯を混ぜ込んだり、手でちぎって水トンのように出汁に落として煮たりと、家庭によって、調理は様々である。水を加えて加熱することで、そば粉のデンプンを効化させることにより、消化吸収がよくそばの栄養を効率よく取ることが、できるため、 健康食としても見直されている。五世紀の文献に現れるが、縄文時からそば料理を食べていた形跡が発見されているほど、日本では古くからそばが食べられていた。蕎麦柿は鎌倉時代には存在し、石臼の普及とともに広がったとみられる。江戸時代半ばまではこの蕎麦柿としてそば料理を食べられていたが、江戸中期頃には綿状にしたそば切りが庶民の生活に広がり、 日本全国に広がっていた。17世紀の農村事情に詳しい武士の書いた百姓伝記には、蕎麦切りは殿府のこしらへ食うものならずとあるように、蕎麦切りを禁止されている農村が少なからずあった。そのような地域では蕎麦がき蕎麦餅が食べられた。また、当時の農村で食べられる蕎麦がきは、米飯の代わりとして、雑穀や根菜を混ぜたり、 鍋料理に入れるなど食べ応えのある形に調理されたものが多く、今日に一般的な酒魚やおやつのような存在ではなかった。新州山内町、栄村では大根を千切りしたものにそば粉と熱湯を加えてかき混ぜ、蕎麦つゆをつけて食べる。近隣市町村では先祖そばとも言われる。2001年3月15日に長野県選択無形民族文化財に選択された。 餅の代わりに蕎麦柿を入れた汁粉。長野県松本市周辺の店で見られる。日本国外では、イタリアのポレンタや、東アフリカにおける、トウモロコシの粉など、穀物粉に湯を加えて練り上げた主食のうがりなど、似た製法の食料がある。ありがとうございます。